はい、どうも安尾と申します。さあ本日はですね、皆さん天皇魂のツイッチドロップの方でロキプライムは受け取ったでしょうか。今回はね、そんなロキプライムのビルドをご紹介していきたいわけなんですけれども、いや今回ね紹介するビルドとしては非常にね簡単だなというところで、まずビルドの組み方も非常に簡単ですし、操作の難易度的にも簡単かなと思います。何をやっていくビルドなのかっていうと、やっぱりロキといえば透明化、そしてヘルミスのアビリティで、甲羅のアビリティを移植し、敵を一箇所に集めて敵を倒していこうよというタイプのビルドとなっております。もちろん汎用的に運用できるように、ロキの4番そして3番のテレポートを残してあります。なので甲羅のアビリティを移植する場所としては、ロキの1番のデコイですねを消すことになります。やっぱりロキというフレームはですね、確かに CC 能力そして透明化っていう非常に強い防御面のアビリティを備えてあるんですけれども、どうしても火力につながるアビリティっていうのがないんですよね。なので甲羅のアビリティで敵を一箇所に集めることによって結果的に火力につながるよというものとなっております。甲羅のアビリティって今非常にね便利でして、あのプライマリーセカンダリーの改変に、まあ改変っていうかモッドとかアルケインが追加されたおかげでヘッドショットをする意味が生まれてきたんですよね。なのであの甲羅のアビリティってちょうどいいんですよ。敵を集めつつ敵を固定化する動きがあるので非常にヘッドショットを狙いやすいんですよね。例えばミュータリストのセルノスとか非常にヘッドショットすることによって火力も伸びますし、ザイモスであれば特殊効果が発生して非常に火力を出せたりもするので、あのヘッドショットをするっていうのは今非常にね重要な立ち位置にあるので、やっぱりコーラのアビリティは敵を集める系のアビリティとして非常に価値が上がりましたね。でアビリティとしてはやっぱりロキの2番を常に展開していく、ロキっていうフレームは非常に脆いので、この透明化になりながら立ち回っていくっていうのが非常に重要になってきますね。でその間に、コーラの3番のアビリティで、敵を集める、先ほどねヘッドショットについてお話ししたと思うんですけれども、もちろんヘッドショットではなく、範囲攻撃で火力を出していっても問題はないですね。なぜならやっぱり範囲攻撃のものって基本的に距離減衰を受けてうまいこと火力が出せないよっていう場面も多々あるので、こうやって敵を集めるだけでも価値はちゃんとありますね。で問題の4番と3番のアビリティなんですけれども、まず4番ですね、これ発動すると範囲内の敵の武器を奪い取り近接攻撃を仕掛けてくるようになるんですけれども、この近接攻撃っていうのが非常に重要で、やっぱり防衛系のミッションで意外と便利だったりするんですよね。防衛系のミッションって遠距離からパスパス撃たれて意外と削られたりするので、3番のアビリティはね意外と汎用的でして、例えば草原のルアーを運んだりするときに非常に時短になったりしますし、あとダイモスのロイドとかにも効くのかな、はい、そうやって時短にできたりするので意外と便利な場面っていうのがあったりするので、3番は残してありますね。さあビルドはね、まずはオーラから自称オーラと呼ばれているものですね。これとアベンジャーの組み合わせで、クリティカル確率を無理やり加算していく、そしてエクシラスワークはノックダウン無効化、やっぱり今範囲攻撃の武器が主流なので、こうやって、ノックダウン無効化するだけでも全然違ってきますし、あとローリングガード軸なのでどうしても転んでる最中にねそのままポックリと生かされたりするので相性は抜群ですね。でローリングガード、ナローマインド、プライムドフロー、オーガリーチ、プライムドコンティニティ、オーバーエクステンデッド、ストレッチ、ナチュタレ、エナージャイズとなっております。ここのねナローマインドの数字なんですけど、これランクなんぼだ、ランク6で設定はしてあるんですけれども、ここね5でも4でも3でもまあお好みの数字になってってくるかな。自分が使いやすいっていう範囲そして効果時間を設定していくことになるかなと思います。はい、自分はランク6がすごい手にしっくりきたのでランク6つけてるっていう形ですかね。ロリガ軸なんですけれども、4番のアビリティとかあと甲羅のアビリティとか使ってもエネルギーをシールドに一発で変換するっていう動きはできないですね、この構成だと。まあ、基本的に、透明になっているのでそこまでね被弾率っていうのは少ないフレームなので、
まあ、被弾したらローリングガードかなみたいな、とにかく透明化し続けるっていうのが重要になってきますかね。さあといった感じで今回のね、動画は以上となりますかね。自称オーラ、そしてアベンジャーのギミック、さらに、コーラのアビリティで敵をしっかりと集めていく、もちろんねヘルミンス枠でコーラのアビリティ以外にも相性がいいっていうものもいっぱいありますし、例えばロアとか単純にあのアビリティは強いので、他としてはウィスプのアビリティだったりプロテアだったり、まあいろいろとあるんですけれども、まあ、全部言えることなんですが、ロキって非常にねベースがねしっかりと出来上がってるフレームなので、まあ、どのヘルミンスアビリティを移植したとしてもそれなりに強いのかなと。ということで以上野草でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。